注目ください。女子 400m ハードルの決勝です。日本記録は2011年新潟アルビレックスの久保倉さんがマークした55秒34。大会記録は1999年東京学芸経営大学の猪狩さんがマークしました59秒07となっています。それでは決勝を走る選手の皆さんを連順にご紹介いたします。第1レーン鈴木佳林さん、白鴎大足利高校栃木。第2レーン川田智子さん、熊谷女子高校埼玉。第3レーン田橋幸乃さん、法政大学神奈川。第4レーン塚本萌乃さん、日本体育大学千葉。第5レーン伊藤麻さん、市立船橋高校千葉。第6レーン畑裕樹さん、創陽高校神奈川。第7レーン加藤美里さん、成田高校千葉。第8レーン石井夏実さん、群馬大学群馬。以上8名によりまして女子 400m ハードル決勝です。女子 400m ハードル決勝。6レーンの畑さん、7レーンの加藤さんは今年のインターハイ4位。この創陽高校畑さん、そして日本代表の塚本さんがレースを引っ張っている。3レーン法政大学加藤さん、そして外は成田高校加藤さん、大学生同士の争い、法政大学浜橋さんと日本全体塚本さん、浜橋さんが最後振り切った。まずは8名に大きな拍手をお願いします。1着は第3レーンを走りました田橋さん、法政大学神奈川。時間1分0秒13でした。女子 400m ハードル決勝でした。皆様どうぞ正面スタンド前にご注目ください。ただいまから女子 800m 競走の表彰を行います。プレゼンターは千葉陸上競技協会高津逸郎副会長であります。